すみたやチャンネル。すみたやチャンネル始まりました。すみたやのアイドル、かずゆきだよ。今回は総集編だよ。めっちゃ簡単だから、みんなも真似してみてね。まず、一つ結びにしていくよ。この時、少し下の方で結んであげるのがポイント。一つに結んだら、それを二つに分けて、ねじっていきまーす。ねじねじねじったら、少し髪の毛を引っ張って、ふわふわさせてね。そしたら、それを髪の毛の流れに沿って、ぐるっと巻きつけていくよ。巻きつけたら、ヘアピンで落ちないように髪留めしていくよ。少し使っているヘアピンは、U ピンね。そしたら、可愛くなるように、ふわふわさせていってね。残りの髪の毛もネジネジしていくよ。ネジネジ。さっきと同じようにふわふわさせてね。これサボると可愛くならないからちゃんとやるのよ。そして今度はさっきと反対側からぐるっと巻きつけてあげて。上の方がゴム見えちゃってるので、それを隠すように巻きつけてあげてね。髪の毛が落ちてこないように、いろんな角度からヘアピンを刺してあげるといいわよ。いい感じに可愛くなってきたわよ。どんな髪飾りつけようかしら。形を整えたらヘアスプレーで固めてあげてね。崩れにくくなるわよ。少し髪の毛を引っ張り出して、さらにふわふわさせちゃうわよ。後ろの部分を交互に少しだけつまんで、その後に前の方を少しだけつまんでってやると綺麗にできるわよ。その時に髪の毛を引っ張りすぎると髪型が崩れちゃうので、引っ張りすぎ注意よ。バランスを見ながらやってあげなさいね。自分でやるときは合わせ鏡にしてやるのがおすすめ。さあ、いよいよかんざしつけていくよ。かんざしをつけるときは、髪の毛を少しすくってひっくり返してグッと刺すと崩れにくくなるよ。ここ超大事。完成。超かわいい。さらにここにかんざしを追加なんてしちゃうともっとかわいくなるの。みんなも真似してね。少し変えて違うものもつけてみよう。下の部分を一回外して、ぐーっとさらに高く持ち上げていきます。ヘアピンで落ちないように留めて、お団子みたいな感じでまとめていくよ。ここでしっかりとヘアピン使って固定させてあげてね。ピロンって出てきちゃうから。こんな感じになれば、OK! 今度の飾り付けは、ひょっとこ。ひょっとこのお面に、ヘアピンをつけてあげて、髪の毛に差し込むだけ。すごく簡単だよ。ひょっとこも結構可愛いでしょ。最後に、ふわふわさせてあげて、形を整えたら、完成。今度はハーフアップにして結んでいくよ。結んだらそれをくるりんぱしてあげます。
することでさらに可愛くなるわよ。ふわふわさせるのも忘れずにね。はい、ここでストップ。ここちょっと隙間空いてるでしょ。ここがちょっとオフスポイントなの。だからここを隠していくわよ。じゃあ続きを見ていこう。そう、ここにかんざしを刺してあげるの。しっかり隠せて可愛いとか最高よね。下から髪の毛をすくってグッとまっすぐ刺すだけだと落ちちゃうからね。みんなも真似してみてね。まず髪の毛を一つに結んであげてね。そこに二つ折りにした組紐を巻きつけていくよ。ぐるぐるっと輪っかの中に紐を通して形を整えてあげて、落ちないようにヘアピンで固定してあげてね。ヘアピンは U ピンを使ってるよ。そしたらここにお花をつけてあげるよ。バランス見ながら可愛い位置を探していくわよ。位置を決めたら先にヘアピンを刺してあげて、紐と髪の毛の間にグッと刺してあげてね。一本じゃ固定できないのでもう一本グッと刺してあげるよ。これ超可愛くて難しいアレンジできない人におすすめ。完成。かわいい。今度はハーフアップにして髪の毛を結んでいくよ。結んだらそれをくるりんぱしてあげます。くるりんぱしたら形を整えてあげてね。下の残っている髪の毛を2つに分けて結んでいきます。結んだ髪の毛を上にグッと持ち上げてヘアピンで止めていくよ。クロスさせてあげると可愛いよ。ヘアピンでしっかり固定してあげてね。何の組紐かな。じゃーん、ハチマキスタイル。可愛い。ちょっとタグ切ってから撮影してよね。そうそう、早く隠して隠して。ハチマキスタイル